自分はそのアーティストって2種類あって、まあ、今のアーティスト2種類ってわけでもないんですけど、ミュージアムインダストリーにいるアーティストとギャラリーインダストリーにいるアーティストがいて、僕はギャラリーインダストリーの方にいるので、そうなると、すごいパワフルなギャラリーの活動が行われている都市での活動しか考えられないので、2011年の震災の時にいろいろ考えることがあって、日本の芸術のルネサンスって言われているのは、その900年ぐらい前だったかな、その平安時代の頃から始まったって言われてるんですよね。ぐちゃぐちゃになったところに戦争の火種が起きて、その時に日本の芸術のルネサンスも来たと。つまり戦争と芸術の関係性は常に深く関係しているということを学んだんですよね。つまり人心がその不安定になっていくときに、その人々の心っていうのはその癒し、根本的な癒しを求めて、そこに芸術が芽生えるっていうことだと思うんですが、今までの結構カラフルな作品とかも内包しているテーマは意外とダークなつもりだったんですよね。でもやっぱりこうそういうダークなメッセージを伝えるには、表面的にこうハッピーなものに擬態してないと伝えられないんじゃないかと思って、そのキャラクターがカオスな状態を、誰が見てももうみんなこのキャラクターが苦しんでる。でどっか何か自分のこう奇妙な状態に戸惑いながら苦しんでるっていうことを、訴えているようなその表情の作品を作りたくて、様を、リアルとして苦しんでる様が僕らの日本人のリアル、日本人というか、今も世界中のこう結構グローバルウォーミングとか、原発のこととかもそうですけど、近未来に来るであろう、もう今までとは違ったなんかこうカタストロフみたいなものの足音から逃げられない自画像みたいなものを作る際に、土木の流れを使って作ったんですよね。